井上啓10月22日から2007年1月6日は、日本の政治家、参議院議員、広島県出身、東京へ出て1956年に印刷業を、企業、東京都印刷工業組合理事、専務理事や全日本印刷工業、組合連合会専務理事、全国中小企業団体中央会理事などを、歴任した。 中小企業関係の団体の支持を得て、1974年の第10回参議院議員通常選挙に民社党公認で全国区から出馬するも落選。1975年の愛知県選挙区での参議院議員補欠選挙に出馬し落選。ただしこの補選では日本社会党公認候補を上回る得票を得て善戦した。1977年の 第11回参議院議員通常選挙に愛知県選挙区から出馬主発当選以後3期務め1994年の新進党の結成にも参加した1995年の第17回参議院議員通常選挙では比例区への倶替えを進められるが名簿順位で折り合わず結局出馬を断念そのまま正解を退いた1996年 オレンジ共済組合事件が発覚すると、前年の参議院議員選挙において同、組合創設者友部達夫の比例名簿順位が非常に高かったことから、新進党執行部に対する強い疑念を表明した。2007年1月6日、呼吸不全のため死去。87歳坊つ。死亡日付で正4位に除せられ、朝日、重光明が授与された。ありがとうございます。